皆さんこんにちは。晴れますテレビ MC の河合真帆です。さてここからは日々の備えの基本を学ぶ番組、教えて防災さんのコーナーです。今日は OHK の防災士小林さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。今回も皆さんと一緒に防災のことを学んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。防災といえばですね、はい、ちょっとタイムリーな話だと思うんですけども、つい3週間ほど前に愛媛と高知で大きな揺れがあって、はい、私もちょうど岡山にいて本当にびっくりしました。そして緊急地震速報もカッと大きな音が鳴って、はい、わっと思って、ね、とってもびっくりしたので、はい、今回は緊急地震速報をテーマにちょっとお話をお伺いしていきたいなと思います。はい、岡山県では本当に久々の発表だったので驚いた方も多かったかもしれませんが、今回の地震では愛媛と高知で震度6弱、岡山県でも最大震度3を観測したんです。あれで震度3だったんですね。体感だよ、なんかもっとすごく揺れたような感じがしてもずっと怖かったんですけど、でその時にねかなり大きな緊急地震速報が鳴って本当にびっくりしましたけど、そもそも緊急地震速報っていうのはどんな時にこう鳴るものなんですか？ということでちょっとこちらにまとめてきましたのでちょっとご覧いただきたいんですが、緊急地震速報を発表するのは気象庁になってます。で気象庁は地震計で観測データを取っていまして、地震による揺れを瞬時に解析して最大震度が5弱以上の地震が起きると想定されるときに震度4以上の揺れが起きる可能性がある地域に発表されます。つまり発表されると少なくとも震度4以上の揺れが起きる可能性があるということを、あらかじめ知らせてくれるという速報なんです。ということはある程度大きな地震が起きるであろうという時になるわけですけど、まずはねスマホからの大きな音が鳴って、もうとにかくびっくりしたっていうのがもう一番で、本当に落ち着いて行動できてたかっていうとちょっと恥ずかしい話なんですけど、実際どう行動すればよかったんでしょうか？まずですね、行動を起こすときに押さえてほしいポイントがありますので、ポイントそれをご覧いただきましょう。それはこちらです。緊急地震速報が発表されてから地震が起きるまでの時間なんですが、これは数秒から数十秒というふうに言われているんです。そんな短いんですか？そうなんです。じゃあもう鳴ったらすぐ来るってことですよね？そうなんです、はい、で確かにこう短いんですけれども、この短い時間を使って命をどう守るかっていうことが重要なんですね。そのためにぜひしていただきたいことがこちらです。慌てず身の安全を守るということ、これが本当に大事です。本当に地震が来るまでの時間が短い分、 その間にいかに慌てずに身の安全を守れるか、言葉では、分かってますけど、じゃあ実際どういうふうに行動すればいいんでしょうか？そうですね、具体的にイメージして考えてみるということが大事だと思います。まずはですね、家の中の場合というのをちょっと考えてみたいと思います。家の中でもし緊急地震速報が出たら、こう丈夫な机の下など、安全な場所にまずは隠れてください。例えばこういう大きなテーブル、この下にこう潜り込むということが大事です。確かにこうダイニングでお食事してたりしたら、とにかくこの丈夫な机の下にこうすぐ潜るということですね。でもね、やっぱり慌てると、もう外に出なきゃっていう感じでね、ピャーと飛び出してしまいそうですけど、慌てることがやっぱり一番ダメなんです。ダメですか？はい、やっぱりこういう机の下に隠れて、まずはしっかり頭を守るということが大事です。でもしそういう丈夫な机がなければですね、倒れそうな家具ですとか、それから割れそうな窓ですね、それからは離れていただいて、小さくかがんでこう頭を守ると、でそのまま揺れが収まるのをこう待っていただくということが大切です。それまず一つ勉強になりました。とは言ってもですね、こう地震災害ってもいつ何時起こるかわからないので、例えばお料理をしている時に急に揺れってなったら、もう油物なんかねしてたら気になるし、火消さなきゃって思いますよね。そうですね、やっぱり台所に行ってどうすればいいのっていうのを気になると思います。特にコンロの火っていうのは気になると思うんですね。でも無理に火を消そうとしてはこれダメなんです。
でもしこれガスを使いでしたら、あのガスメーターが地震を感度して感知しまして、震度5相当でしたら自動で停止するような仕組みになってますので、まあ、もしガスを使いでしたらですね、一度ちょっと確認してみていただければと思うんですが、まあ、いずれにしましても、まあ、火を慌てて消してですね、それが元で怪我になってしまったら、もうその後避難することもできませんから、まずはですね、命を守る行動を最優先していただければなというのが基本になります。もう、ね、改めてこの機会に例えばお家のまあコンロをチェックしたりであったりとか、はい、まあ、机とか避難経路なんかしっかり確認しておくということが大切ですよ ね、 そうですね、まあ、身の回りの安全をまずはしっかり確認していただくということが大切かなというふうに思います。そうですよね、本当に、ね、大きな災害というのはいつ何時起こるか分かりませんので、皆さんもぜひ他人事ではなく自分のこととして改めてこの機会に防災について考えてみてはいかがでしょうか。さあ今日は小林さん、貴重なお話をお伺いしまして、はい、ありがとうございました。以上、教えて防災さんのコーナーでした。それでは皆さん、次回もお楽しみに。